はい、ワールドオブファイナルファンタジー続きからやっていきたいと思います。だいぶ久々にプレイするので、前回何でしたっけ。とりあえずもうほぼほぼラストダンジョンなんじゃみたいなところにも来てて、そう、一回戻ってきたんよね。違ったっけ、どっちだ、こっちだってるかな、この辺覚えてないんだけど、ここがどこ。10絶望目マップ見れないんだよね。おる、こんにちは。この子ちょっと多くない？この子との戦闘もね、可愛いけどね。そっか、まだ10絶望目なんだ。意外と長いかもね、まだね。なんかそんな気がする。はい、弱よし、弱いわね、やっぱり。美獣が可愛くて強いが一番いいんだけどね。この子弱いわ。え？おお、すごいじゃん。上上がっての上がっての、なんかこのさ、今場所にさ、実際にいたら痛くなりそう。頭悪くって言っちゃった。頭痛くなるよね、絶対ね。あ、セーブできた、ありがたい。セーブしよう。はい、これは何層ですか。あ、11絶望目。あ、じゃあまだ続くんだ。強っ。ルース様を返して。弱かった。またか、ペリノア。100年経っても身一つ自由にならんとは、なんとも情けない。貴様の体とはわけが違う。そうは思えんがな。おい、てめえら、やっと見つけたぞ。この世界をめちゃくちゃにしやがったツケ、きっちり払ってもらうからな。アリネ、アリさん、大丈夫？ここまで来たのね。でも、ダメ。あなたたちは戦っちゃいけない。それがたとえ二人の望みでも。くだらぬくだらぬ茶番にもならん。しかしこいつらこそこの世界で覚醒したセイバーやもしれんぞ。放っておいてよいのか。それこそ失笑者よ。もう予言は閉じられた。脚本にない話など打足というもの。とっとと消えるがいい。あら、何、ついに正々堂々戦うの。あー、ちょっと怖いね。なあ、行くよ。よし、やるぜ。二人相手しなきゃいけないんだもんね。くらえ。片方にだけ当たったわ。ライブラ。そっちって感じ。23,000。ほうほうほう。23,000ね。この人見たかったんだけどね。800。魔法は使うなってこと？戦う。え、強っ。1000出るの強くない？何それ、全然強くないわ。ちょっと回復しとく？安定感欲しいもんね。
いいなあ。あ、スカだ。よくない。ほら。え、なんか意外といけそう。ほら。いや、わかんない。なんか本気出してないパターンかもしれないよね。よくあるよね。なんなのそれ。あ、混乱した。最低。あれでも、あれ終わりそう。疲れてない、あの方。あ、使えない。ちょっと待って、アイテム。え、何これ。混乱でいいのかな。あ、物忘れだ。で、森のノクターン。行くぞ、ハリセンボン。おら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 、終わらないだと。あ、間違えた。回復しなきゃいけなかったのに。ナイスカウンター。よし、終わった。弱くない。ちょっと結構びっくりなんだけど、弱っ。マジ。乗せ乗せ。こっちはなかなかよな。まだだってほらねえ。ハリセンボン当ててませんから。剣の前、何それ。おしゃれね。おしゃれな技ちょっと使わないで、私も使いたくなるじゃん。また崩れちゃった。すぐ崩れちゃう。乗せ乗せ。んで、やる。いや、いいと思うよ。ねえ。ちゃんとダメージは通ってる。何回入るかだよな、これがな。わ、疲れた。よし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 。ハリセンボンってやっぱ最強なのではっていう説をちょっと言っていきたい。え、うん、弱っ。え、まだ経験値えぐ。ありがとうございます。この弱さでこの経験値とか、ありがとう。申し訳ないわって感じ。うん。打足にしては強い。え？人？え？あれ？嘘。泣いちゃダメ。はい、笑って。悲しい顔してると幸せがどんどん逃げちゃうの。それでもいいの？みんな、この手のこと気味悪いってバカにするの？母さんも同じ手だよ。ほら、それにね、この手は幸せを生み出す証なの。だから誇りに思っていいのよ。でも母さんみたいに二つないよ。レーンに一つ、ラーンに一つ、兄弟二人手を取り合えばどんな幸せでも作れるよ。もうミラージュを集めるのはやめるんだ。なんで？俺たちだって優秀なミラージュ使いだぜ。うん、そうだよね。ミラージュの管理もできてないじゃないか。みんなが困っていること分かっているんだろ。だから何？
俺たちは困ってねえし。なら母さんのことはどうなんだ。お前たちが母さんからミラージュを奪うほど。嘘。私たちが強くなれば母さんだって嬉しいはずだもん。父さん、ミラージュ使えないから羨ましいんでしょ。そうそう。もうやめて。そんなことをしたら、うまくその神様とかを呼べたらみんな楽になるって言ったの、ハウィン姉さんじゃん。そうだよな。だから俺らがこうやってさ。違う、異界とつながる道なんて。うっさいっての。あ、いいこと思いついた。何？しょっ。これを呼んだのは貴様か。なんだこれは。貴様、何者だ。二人ともこっちに。答えろ、貴様は。あなた。最初に見つけた人間はこのレベルとは珍しい。誰でもいいぞ、二人だ、来い。記憶。ルース様。アウィンなの？二人とも無事だったのね。よかった。本当にお母さん。レーンもランも世界から切り離された時に記憶を全て失ってるみたい。何も覚えてないの、この二人は。そうなんだ。でもハウィン、二人を許してあげてね。お願い。私は…
りくどいことは性に合っておらん。どうした？何か望みがあり、我に会いに来たのではないのか？意志を見せろ、思考を見せろ、力を見せろ。集めたミラージュを使い、我を楽しませてみせろ。何なの？あなた、一体何なのよ？我はエクスナイン、ランボーツータイプ、バハムート、ブレンジレス、あらゆる異世界を滅ぼす者なり。ざけんじゃねえ。ちょっと待って、戦うのはいいんだけど。許さねえぞ。私だって絶対許さない。兄ちゃん、いや、なんか、待って、シナリオ的に見るとこのランとレーンかなりクソガキじゃない？私結構絶句だったんだけど、この二人のせいなんじゃんっていうのが、何このシナリオ全然なんかこうハートフルなシナリオではないね。マジマジとか言って、あ、そう。セイバー使えないし、ね、セイバーって全然使えなくない？どんな？どんな？あ、でも、そうでもないか。ちょっと待ってよ。ライブラしよう。はい。あ、でも少なくない？ 2 万2000。え、多分これあれなんだろうね。1戦目とかなんじゃない？よくあるパターンよ。ねえ。デスペが。まあまあだね。てか、早っ！エアローが。クエイク。バカ野郎。魔法連発しすぎだよ。ブリーザーが、うわー、やばい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 、はい、暗いこの野郎、私のハリセン暗い。いいよいいよ、普通の攻撃は全然怖くない。よし、完全回復。ふう、やばい。やばい、これはやばい、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 やばい。ちょっと、ちょっと、ちょっと待って。アイテム、フェニオ。まずいぞ。で、のせのせ。いや、間に合わない。あー、どうしよう。間に合わないな。戦うか。よし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 。乗せ乗せ。で、これでいいや。はい。何？ちょっと待って、強い技やめて。HP がやばいんだよ。うわぁ、どうする。とりあえずもう回復に専念した方がいいかな。あれ、何イベント戦最悪なんですけど。
そういうの嫌いだな。その強さかなり色濃く A の力を受け継いでいるようだな。我は貴様らを倒せぬかもしれんが、貴様らも我は倒せん。これではお互い時間の無駄と言えるもの。無駄にしねえ。お前をこの世界に呼んじまった責任俺が取る。ラン姉ちゃん、いつも俺が変なことに巻き込んで引っ張り回してごめんな。母さんや父さんがあんな風に死んだのも、こいつらがこの世界をめちゃくちゃにしてるのも、全部俺のせいだ。だから、私たちの町に、あの内憂鬱ヒルに。バッドエンド？え、待って、なんかエンディング流れ出したんだけど。何これ、っていうあれじゃないの、そのなんかほらでエンディング流れたけど実は続くよみたいな。え、さすがにこれで終わらないでしょ。だって、え、どういうこと不完全燃焼の次元を通り越してるもんね。そう、声優様出てきちゃったよ。え？てかそうだよ、だってエナクロとか全然できないじゃんね。そうだよ。てか待って、そうだよ、声優出てる数少ないもん。これ本当のエンディングじゃない。これでわかるね。もっとだっていっぱい声優さん出てるもん。そうだよ。あ、なんだ、びっくりしちゃった。
くないよこの演出は。ちょっとえ何何だと思ったこともあったってことでしょ。エンドだと思ったこともあったっていう。はい。え？あ、よかった。ダメ。ダメ。すごい、何この演出、ちょっとすごいわ。今一瞬ちょっとやめようかと思ってたもん。認めないのですか、自らが歩み導いた結末を否定するのですか。こんなの認められるわけないでしょ。ランの犠牲で偽りの世界にこもって、それに私だって責任取らなきゃいけないのに、私は何も取ってない。母さんにも父さんにも謝ってもいない。今一度聞きます、あなたはこの結末を認めないのです。認めないわ、絶対に。いいでしょう。誰？私が持つ9つの命と引き換えに、この結末と異なる時を目指し、新たな時を紡ぎましょう。チックタク、チックタク。お。命の犠牲を受理、新たな時は紡がれる。こんな子怖いよね。すごい怖い。終幕、笑顔を見せて。これが本当の終わりってこと？よっしゃ、連中ぶっ潰してこの世界をサクッと救っちまおうぜ。そうすりゃ引き金を引いたかもしれない分はチャラになるかもしれないしな。待って！なんだよ姉ちゃん。待って。ねえ、タマは？タマ？何それ？何って。いいでしょう。あれタマなの？私が持つ9つの命と引き換えに。この結末と異なる時を目指し、新たな時を紡ぎましょう。嘘、あれってもしかしてタマだったの？ねえラン、本当にタマを知らないの？私たちと一緒に、ずっと一緒に冒険してたよね。だからタマってなんだよ。姉ちゃんどうしたの？わけわかんねえって。ほんとどうしたんですかね。ランじゃなくてレーンがボケに回るなんて。セラフィー、どうして、どうしてここに？え、何、なんでセラフィーにびっくりしてんの？それこそずっと一緒に冒険してんじゃん。ほんとに姉ちゃんどうしたんだよ。ねえセラフィー、あなたならタマ知ってるよね。タマですか？もしかしたらですが、タマモ姫のタマですかね。レーンがどこで知ったのかわからないですが、ずいぶん懐かしい名前ですね。ったく、なんだかわかんないけど、さっさと連中ぶっ倒しに行こうぜ。ダメ！はあ？タマが命と引き換えにくれた新しい時なんだ。
考えなきゃ。このまま行ってもダメなの。なんでラン、私たちの元々の目的って何だった？私たちはどうしてこの世界に来たの？なんだよ急に。いいから答えて。まあ元々って話なら、ミラージュ集めてれば記憶が戻るかもって話で、あと家族にも会えるかもってエナクロに言われてとか。そうだよ、奴らを倒すことなんて目的になかった。そりゃそうだろう、あんな奴らのこと知らなかったし。そもそもマシンをこの世界に呼んじまったのは俺らなんだから責任を取らねえと。母さんや父さんと戦って、そして最後は自分も犠牲にして。はあ、何の話だよそれ。それに奴らを倒してもこの世界も未来も何もいい結果にならない。私たちだって最後は。どうしたんだよ姉ちゃん、マジで何言ってるんだよ。まずマシン何とかしなきゃ。え、いやまあそうかもしれねえけど、この先にいるあいつらを倒してよ。だからそれじゃダメ、意味ないの。まずはあの穴を閉じなきゃ。それにはもっとミラージュを集めて、もっと力をつけて、もっと過去とも向き合わなきゃ。おい姉ちゃん。母さん父さん、やっぱアビン姉さんともちゃんと話さないと。それに姉ちゃん、ちょっといい加減に。ミラージュをもっと集めて強くなって穴を閉じる。奴らを倒すのはその後でいいよ。ちょっと待てって、そんな悠長なこと言ってる場合じゃ。だから急ごう、ミラージュ集めと穴塞ぎ。あ、その前にアウィン姉さんを止めないと。ねえセラフィー、アウィン姉さんが呼び出してたミラージュのこと知ってる？え？ああ、わかりますよ。あれはセイレンですね。私と同じ風妖精界の族ですよ。セラフィーと同じ世界のミラージュなの？じゃあアミ姉さんのセイレーンとコンタクトって取れる？グリモワル内にいるのなら可能だと思いますね。じゃあお願い。わかりました。じゃあちょっと行ってきますね。あ、そうだ、最後に長いこと閉じ込めてしまって本当にごめんなさいって伝えて。謝っても済むことじゃないけど。はいはい、了解でーす。姉ちゃん、事情説明してくれよ。できるところはね。とにかく一回バラムガーデンに戻るわよ。この展開ででもレーン大変よな。デッキに行ってみましょう。とても大変よな。まあでもよかったよかった。なんかあんなほんとバッドエンドみたいな終わりを迎えるのかと思ったからね。え、なんとかハッピーエンドいけそうですね。ミラージュは変わってないもんね。はい、ということでですね、今回一旦この辺で終わりたいと思います。まあ次回からまだまだ続きそうですね。はい、ということでここまでで終わりたいと思います。バイバイ。